下村幸男、下村幸男、下村幸雄、1932年1月25日体は、広島県広島市が各東家市長出身の元サッカー日本代表選手、指導者。メルボルンゴ輪リン日本代表、モスクワ五輪出場を目指した時の日本代表監督。監督として、東洋工業及び東和不動産の黄金期の石を築いた名称。 高校サッカーの指導者としても活躍しており、母校修道高校を国民体育大会、サッカー競技及び全国高等学校サッカー選手権大会優勝に導き、2冠達成も経験している。1945年旧制修道中学2年生の時の8月6日広島市への原子爆弾投下により被爆した。当時、国民学校や女学校。 旧制中学校数校の約2500人の学生たちは、爆心地から約1キロメートルに位置した雑魚城町、玄広島市役所東側の国体寺公園付近で建物疎開作業中のことであった。下村は、その前日から中耳炎にかかり、体調が優れなかったため6日朝に病院へ行こうとしたが母に作業へ行くように言われ、 当地では作業の迷惑にならないよう弁当と上着の見張り当番となり木陰にいたため被爆時に難を逃れた。当時その場にいた修道中の2年生約150人中136人が亡くなっている。その後、南へ逃げ黄金山にあった防空壕で休んだ。同月9日から親類の疎開先であった三寺市へと向かい、父と再会した。 そこで実家にいた祖母と母の白骨が見つかったこと、兄が避難先で亡くなったことを知った。1946年3月まで、疎開先の日明館中学校、現広島県立日明館高等学校で過ごした。1946年3月、父に伴って広島市内に戻り暮らし始め、修道中学に復学した。食べるものにも困る状況であった。 1948年学生改革により、修道高校2年生に編入する。将来が見通せなくなった不安をサッカーに打ち込むことで、払拭しようと、同年に修休部に入部する。サッカーを始めた当初は FW でプレーしていた。しかし空腹で動けなくなるためすぐに脱落。そこで動きの少ない人形を志願した。当時は、専門知識を持った監督やコーチがいなかったが、 我流の練習で、ジャンプ力やキック力を磨いた。当時の修道中は、全国屈指の強豪校であり、県立広島市中と広島高等師範付属中、現、広島大学付属高等学校で三教を形成していた。同世代のライバルに、講師中の長沼県、木村県、樽谷慶三、古川農商、広島市中の重松義則、福原霊蔵らがいる。 1949年高校3年生の時に東京国体3位入賞を飾る。高校卒業後、地元の東洋工業に入社。東洋工業集級部に入部した。1951年、全広島の一員として、スウェーデンのプロチームヘルシン・ボリーフと対戦、初の国際試合を体験した。全広島は、渡辺秀茂、福原らに、小畑実る。 ゼニムラケン東洋工業の選手も参加したチームった。東洋工業は、樽谷明、重松義則ら有力選手の加入で徐々にチーム力を強化し1954年実業団チームとして初めて日本選手権決勝に進出。境内 BRB との決勝は、第4に延長までもつれ意識不明の選手が出るという、日本サッカー史に残る死闘を演じるも敗れた。 翌1955年は全日本実業団でまたも準優勝。しかし、翌1956年にライバル、田辺製薬の7連覇を阻み同大会を初、優勝してチームに初のタイトルをもたらす。翌1957年、同大会準優勝、天皇杯も準優勝。1959年、天皇杯、実業団ともに3位。 1960年国体優勝。当時の東洋工業では、高卒入社だと昇進試験はなく大卒入社との格差が存在した。下村はこれを見返そうと、オリンピックに出ることを目標に頑張った。その結果全日本にも選ばれ、1953年6月14日、明治神宮外苑競技場で行われた、国際親善試合対キッカーズオフフェンバッハ戦で、 初ベンチ入り。初出場、B キャップは1953年11月29日、明治神宮競技場で行われた、タイリーフユールゴールデン戦で、後半から渡辺秀丸に代わり途中出場する。1954年 W ハイスイス、大会アジア予選では、同年3月に行われた、韓国戦2試合に、ベンチ入りしている。 1956年メルボルンオリンピック代表に選ばれた。ちなみに地方のチーム出身でしかも高卒なのは下村だけだった。同年10月25日、逸話本戦前に後楽園で行われたアメリカアマチュア戦で日本表発先発を飾る。1958年東京アジア大会の日本代表に選ばれている。当時の代表では 津田幸夫や古川義雄が、政治意 k に君臨し、控え GK 枠を争っている状況であった。1961年、現役を引退。1956年12月メルボルン五輪、終了後、母校、修道高校からの指導依頼により、東洋工業の現役選手ではあったが、修道高校地と兼務することになった。百六十一年には、森光二、 中村つとむ、吉田広志らを率いて、秋田国体少年の武勇上、さらに第40回全国高等学校集級選手権、大会でも好成績を上げ、決勝では、鎌本国主家や二村明秋浦を擁する、山城高校相手に2-0勝利に導き2冠を、達成した。ただ、この冬の選手権に3年生を出場させた、ことにより森など受験に失敗した者が続出した、ことから、 保護者に対するけじめとして同年限りでコーチを退任した。1962年、東洋工業コーチに就任、同年には岡山国体実業団を制止に九1964年、尾畑実が監督を退き総監督に就任すると、下村は東洋工業監督に昇格した。1965年、日本サッカーリーグ発足当時、 下村は最年少監督だった。小賀電工、三菱、八幡製鉄が本命と言われ、三強豪に勝つため練習量を増やし、毎日6時から9時、夜間照明のある施設を借り歩いて練習を続けた。その結果、小沢道弘、石井吉信、小木徳たち、桑原学の松本育夫、今西和夫、船本幸次らが走りながら考えるサッカーを実践した。 下村率いる東洋工業は記念すべきリーグ初年度を無敗で優勝すると1968年までリーグ4連覇の偉業を達成 JSL 最多の5度の優勝に導きさらに天皇杯も3度制覇し黄金時代を築いた1972年 JSL に昇格した東和不動産厳密美史辞書レジデンスのサッカー部に監督として召集され 石井義信コーチと共にチームを強化する。当社を経営する藤田正明がチーム強化のため自身の出身地である広島にあった東洋工業からスタッフを引き抜いた形であり、トップリーグでの監督の一席は日本では初めてのケースだった。ちなみに藤田正明は旧世修道中の先輩であり、東和初代監督を務めた黒木義彦は修道校の後輩でもある。 1973年、セルジオ・エチゴや中村・ツトムラを要し、東和不動産、藤田工業サッカー部を、ブラジル型攻撃的チームの石を築き上げ、後に、育ての親とも称された。チームは、親会社の藤田に関され、下村の後を継いだ、石井監督の下で JSL と天皇杯を、核二度制覇、藤田工業の黄金期をもたらした。1979年、 メキシコ五輪の移業からすでに10年が経過し、JSL も低迷、同メダルメンバーは引退し若いタレントも少ない時代、前年のアジア大会惨敗の後を受け、技術委員会の投票でゴールキーパー出身として初の日本代表監督に就任。翌年に迫ったモスクワ五輪まで間がなく短期間で結果が出せるという評価での抜擢だった。 しかし打倒韓国を掲げたうも敗れて、わずか1年で辞任した。メキシコ五輪メンバーが、一握りの選手で、長期強化を図り結果を出したが、この時代は、非常に、選手層が薄く空白期となってしまった。若いタレントが少なかったとはいえ、木村和史や川勝良一らを代表に初抜擢した。公認には同郷ながら、ソりの合わなかった、渡辺正コーチが昇格された。 その後松田に復帰し、J リーグ創設期にはサンフレッチェ広島のスカウトスーパーバイザーを務めた。2000年から母校、修道中学の指導にあたり、現在も高齢ながら指導者として活躍している。2004年には広島市で1位、広島県で2位となり、修道中学校を初の中国大会出場へと導いた。それと同時に被爆体験を 毎年在校生に話している。また、全国健康福祉祭サッカー交流大会、年輪ピックや、シニア、70歳以上サッカーフェスティバルでもプレーしている。2008年現在、日本サッカー協会参事。2011年現在、広島県サッカー協会顧問。現在、秋群府中町在住。2015年、第12回日本サッカー殿堂入り。 通算楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。